北朝鮮のキム・ジョンナム氏が殺害された事件でマレーシアを訪問中の北朝鮮の代表団は改めて死因は心臓発作だと主張しました会見に臨んだリ・ドンイル氏は質疑には一切応じませんでした大使館前は日没後もご覧のようにメディアが残り関係者の動きを追っていますリ・ドンイル氏はは死亡したのは 北朝鮮籍のキム・チョルという名前の男性だという主張を崩さず遺体の早期返還を改めて求めました。 また、殺害に猛毒の VX が使われたならなぜ病院への搬送途中で接した人々に影響が出なかったのかなどと疑問を呈しました一方、事件に関与した疑いで逮捕された北朝鮮籍の D ジョンチョル容疑者は嫌疑不十分で今日釈放される見通しです。